よし来た、これピックアップさんお願いします。あのモカちゃん、そしてランちゃん、お願いします。どうも皆様です。というわけでマッシュがお送りいたしますバンドリー。はい、というわけでガチャが更新されました。ユーハあユーバナユーカプレシャスメモリーズガチャー、というわけでね、はい、来ましたね。今回のこちらのガチャでございますが、メンバー見ていきましょう。まずはずっと隣に青葉モカちゃん。もうね、このイラストが素晴らしいですね。スキルはライフ回復なんで、あんまりまあこう自分のねパーティーに入れることはないかもしれませんけど、それでもこのイラストだけでも十分持っておく価値がある、本当に素晴らしいイラストですね。ぜひ当てたいと思っております。続いてですね、こちらひたむきな思い御嶽ランちゃんでございますね。パワフルタイプの星の御嶽ランちゃんでスコア大っていうのは多分今回が初めてですね。今まで回復と判定強化だけだったので、もし当たればね、パワフルグローのねパーティーに絶対入ってくるメンバーになりますんで、ぜひはいゲットしたいなと思っております。そして芸術に触れて上原ひまえちゃん、こちら星さんのメンバーでございますね。はい、まああの星さんのメンバーでスコア 60% アップっていうのは非常にね素晴らしいスキルですし、何よりねイラストにちょっとつぐみちゃんがいるんでね、ぜひゲットしたいなと、そんな感じに思っております。さあ、というわけで今回のこちらのね新規メンバーなんですが、今回スターが一応1万6000個ありますので、まああの60連引けますので、今回その60連を使って新規キャラを狙っていこうと思います。それではまず最初の10連目スタートン。さあどうでしょうか。のっけ黄色いいですよ。まあ上原ひまえちゃんが来てくれるだけでも全然いいですからね。さあというわけでね、なんと今回このイベントで今井梨沙ちゃんの弟がお前が責任者だからな、いなくなっちゃったんですよ。預けたからな。そうなかなかね、うん、ちょっと残念なことなんですけども、まあ、その今井梨沙ちゃんの弟のためにも、そしてはずみちゃんのお姉ちゃんのためにも今回いい引きをしていこうと思います。さあどうだ今回のやつ。まあ黄色で、まあ確定枠の、お来たこれ。私はね、よし、友達を全力で放っておかないの。来た、芸術に触れて上原ひまえちゃん早速ゲット。さらに山陽さん、白金さんを信じましょう。最初の10連素晴らしいね。さあ新作への挑戦山陽さんということで、最初の10連で芸術に触れて上原ひまえちゃんをゲットすることができました。のっけから素晴らしいスタートですね。さあでは20連目いきます。さあ誰が来るのか。よし来た、これピックアップさんお願いします。あの今回だけでね仕事をしてください。さあ来い、モカちゃん来たと思ったのに、うわー最初のシルエットでねもう来たと思ったんですけどね、まあ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 まだわからないからね。さあ来い、佐藤先輩が来る、誰が来る、頼む、モカちゃん、そしてランちゃんお願いします。うわうわこれ確定枠だ最後。ちょっと待って、ちょっとずっと息止めてたから、ふう深呼吸ね、お願いします。あー、コーヒー麺、一番かっこいいアコでお姉ちゃんにぶつかってみたい。なるほど、信じるもの疑うアコちゃん。まあこのアコちゃんもねスコア大なんでね、なかなかいいアコちゃんなんでね嬉しいんですけども、いやピックアップさん仕事しなかったな。あと1回ぐらい多分虹来てくれるといいんだけどね。黄色黄色、オッケーオッケー。まあ60連だから確別的にあと1回、今回もちょっと物力センサーさんが仕事しまくりだぞ。ピックアップが仕事をサボり、物力センサーが仕事をビンビンするっていうね。いやー困ったね。さあ確定枠誰が来るか。お、さようさん、何かあちらから大きなものが近づいてくるのですが、これあれなんですよね自分の中では天井さようさんって言って、なんかね大きなものが近づいてくるイコール天井っていうニュアンスに最近なってるんですよね。さあというわけでこんな感じですね。まあ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 まだ大丈夫、あと半分ありますからね。さあ半分のうちに1回くらい、あー厳しいかな。ランちゃん来てるよ。お、タエちゃん出た出た、頑張れパン、あ違うわあれはサーヤだった、パン食い競争だ。さあでは50連目あと20連で来るかな。1回だけでもいいから、あと1回だけ虹来てほしい。いやー来ないか。いやまだでも消化があるからね。そう消化があるから、そこだけは諦めちゃダメ。黄色でも全然可能性はあるから、瀬田薫さんが言ってた、黄色は黄色にあらずって。あーひまりちゃん、あこっちしかも、ここでもピックアップ仕事せず、とっておきの場所。いやー黄色は黄色だったな。さあというわけでね、ラスト10連ここで当てよう。さあお願いします、
10連またわからない可能性を捨てちゃダメ。ひまりちゃん来た、これをひょっとして、そっちみんなで写真でも撮りませんか。可能性はあるよ。でもひまりちゃんが来てくれていることは、これはまだまだ全然可能性ある。たえちゃん来た、なんかあれさっきから当たってる星さんばっかり来るな。パン食い競争いい感じに星さん来てる。これ可能性あるぞ。ピックアップ、そして消化来るかもしれない。これお願いします、ラストチャンス、ここにかけたいこの思い。あこちゃん、ロゼリアが自分の居場所って感じなんだ。へえ、これがランちゃんの作品か。いやすごいよこれ。うん、あの見てるだけでね、もうこの作品の凄さっていうのがわかるね。タイトルが友と見た茜空。いやいいね、やっぱりねランちゃんらしさ出てる。特にあのこのユリかな、このねユリがねすごくいいか、ね、なんていうんだろう、その雰囲気を醸し出してるよね。これがなかったら多分この作品の雰囲気っていうのは出せないと思う。あ、これサザンか。